はい、皆さんこんばんは。村長スタジオです。いつもありがとうございます。今日は特にスタジオワンユーダーさんと UJAM の防具を使うときに注意しないといけない。そんなポイント、そしてミディの扱い方、そこらを重点的にお話をしていきたいと思います。コードの取り扱いということについて深掘りをしてみたいと思います。 深掘りと言いましても難しい話ではありません。でも、きっちり押さえておかないといけないということがあります。というのは、ユージャムさんも、そして僕も、先日からこの指一本で弾けるというふうに話をしています。確かに弾けることには違いないんですけれども、少し言い間違っていたことがあります。それは、このキーという部分を今 C、 Am と設定しています。普通のダイアトニックコードという場合は C で Dm、Em、そして F、G、Am、そして最後の音は Bm、フラット5。3和音と4和音でも若干違いはありますが、このように決められています。弾いてみたら、 G メジャーオン B というふうになっていますいろいろ考え方はあると思うんですけどここで重要なポイントがあります F であるはずの F を弾いた時に画面見て分かったように F アッドナインが弾かれるということです間違いではないんですけれども指一本で弾くとそのようになってしまいますですから 正確に弾こうとするときは、スタジオワンでは、このコードトラックをこのように選択をしまして、そしてこれを下に下げる。このようにすると、白玉和音がここに入力されまして、これで演奏することができるようになるわけです。こんなに簡単にコードが入れれて、それだけで防具はフレーズ演奏をしてくれるということです。 ちょょっと聞いてみましょう。はいこのように演奏ができるわけですけれどもなんかこのままじゃ味気がないですし。 そしてこれではループフレーズを入れたのとあまり変わりません通常はここからベロシティを変えたりとかオートメーションを書いてボリューム感を変えたりとかそういうことをしていってより完成度の高い作品に仕上げていくと思うんですけれども Ujam では左のこのコードフレーズパターンを後から録音をしてより高度な 作品に仕上げることができるようになります。じゃあそれで一度やってみましょう。どういう風にするかですが、もう指一本でバリエーションを変えていくことにします。では録音スタート。 はい。録音が完了しました。でもですね、ちょっと見てみましょう。今、一生懸命、この左手でバリエーションを弾いていったんですが、画面のどこにも見えていません。これはどこに行っちゃったのでしょうか。実は、スタジオワン One 特有の機能でして、サウンドバリエーションという機能があります。普通でいうキースイッチなんですけれども、 それが別扱いになっているわけです。本来ここに赤く色が変わっているところがありますよね。ここが基本的なキースイッチエリアということになるわけです。通常他の DAW で今のことを入力しますと、このエリアに入力がされていくことになるんですが、スタジオワンにはそれがありません。このピアノロールの このボタンを押してバリエーションというのを押すとこのように今僕が弾いたものがちゃんとフレーズとして残ってるわけです。また画面下の今ベロシティが出ている部分にもサウンドバリエーションというのがありましてこのように僕の弾いたことが全部記録されているということになります。それはちゃんと UJAM が このようにフレーズはどんな風になっているかというのをスタジオワンと連携していまして、そして押したものがここに入っていくという特殊な方法で記録されるようになっています。どうしてそんな風になるんでしょうか。例えば、この赤いエリアに音符があったとしたらですね、e a s ー k e がこのように入っておりますけど、 こういう別音源で鳴らしたいときに、これをコピーしたとします。こちらにしましたら、先ほどでしたら、この赤いエリアに入っていたら、そこを消さないと、キースイッチは特殊ですので、低音のピアノが勝手になってしまいますよね。ですけど、このサウンドバリエーション機能というのがありましたら、こうやってコピーをしても、 全く影響がないわけです。そしてもう一度戻します。戻したら本来なかったはずの C2 からの1オクター部分もこのように記録されているんですね。戻せば復活するということになります。この辺、スタジオワンだけは Ujam のインストゥルメントと特別な関係で連携できるようになっているということを頭の隅に 入れておく必要があるということです。どうでしたでしょうかわかりましたかすぐには理解できない方もおられると思うんですけれども、何度も何度もチャレンジしてみてください。そしてもしわからないようなことがあれば、YouTube なんかにでも質問を書いていただいたら結構ですので、答えれる範囲で答えたいと思います。例えば弾いてほしくないような時は、 キースイッチでこの音を押したらブレークがかかるようになっていますので弾きたくない時はここをキースイッチとして入れないといけないということになります。この重要なポイントをしっかり覚えておいてください。白玉ワウンだけを持っていっても今のフレーズは再現されませんね。まあ、そこは次のセクションでその部分を説明します。 もう一度戻します。白玉和音と先ほどから言っていますが、初心者の人は何のことじゃと思うと思うんですけれども、白玉和音というのは、一小節に全音符でジャーンというような演奏のことを言います。話は変わりまして、これでは他のソフトに持っていったりできないですよね。これはどうすればいいんでしょうかこの防具の方では、 MIDI を正確にやりとりする方法があります。それはこのように、まず C のコードを弾きます。こうしましたら、今 C のコードと弾かれたそのフレーズを記憶してくれています。この鍵盤の下のプツプツっとしたボタンを引っ張ってくれば、このようにできるわけです。 これは C だけじゃなくてたくさん入っていますよね。だからこういう時はここをチェンジします。この要領で次は F を引きます。はい、引きました。長さはどんな長さでもいいです。そしてこれを引っ張ってきます。そしたらこれで F のコードがここにかけたわけです。次は Am。 そして、これを引っ張ってきます。これがとっても面倒だなと感じる方もおられると思います。そういう時はどうすればいいんでしょうか。もう一度 C のキーを弾いておきます。そして、 ここに持ってきます。そうしましたら、このように4小節分ができておりますので、スタジオ1の場合、コードに追従という機能があります。このトラックを選択しまして、コードに従うというのがありますので、これをパラレルというのを選んだら、いわゆる平行移動します。そして、 あまり平行移動して音域が高くなったり低くなったりそれが嫌な人はここで narrow を選択しますそうしましたらここは C のコードを入れただけですけれどもこのようにコードがチェンジされます このようにコードがチェンジされます。便利な時もあるし、なんとなくややこしい時もあるという Ujam と Studio One の組み合わせというのは超微妙な関係にあるということです。ですから理解をしておかないとおかしなことになります。でもこれで先ほどのように一つ一つ持ってくれば Ujam には関係なく こうやってフレーズが弾けることになります。Ujam をミュートしておきますね。はい。このようになるわけです。この関係を特にスタジオワンユーザーの方は便利なんだけどしっかり押さえておかないと、あれ、ミディの音符もないのにどうしてなっちゃうんだろう というところがとっても分かりにくくなりますので今日のお話は押さえておいてほしいところですキースイッチの使い方スタジオワンではサウンドバリエーションと呼んでいますけれどもその方法と MIDI というものがどういう風に成り立っているか指一本でも弾けると言いましたけれども指一本の場合は F なんかを弾いたつもりでも F アッドナインになったりする ということです。これも微妙で自分は F を弾いてると思ったら大間違いですので、ちゃんと理解しておいてほしいなというふうに今日は緊急のレポートをしました。村長スタジオでした。